新委員は台湾高尾県出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。阪神タイガース所属。高校時代に公式戦で22奪三振を記録する。プロ入りに際しては MLB 球団を含む複数球団からオファーを受けていたが、当時中日ドラゴンズのアジア地区担当スカウトであった大鵬安明が交渉にあたり、2003年末に 国立体育大学学生の身分のまま中日に入団した。中日ドラゴンズ時代2004年は一軍昇格するが当番はなかった。アテネオリンピックで台湾代表に選出。2005年にプロ初セーブを記録。母国での兵役期間が短縮され、オフに2週間の兵役を完了。しかし2006年秋に、 左肘の人体断裂と疲労骨折が判明し、手術を受けた。翌2007年は、そのリハビリも兼ねて、育成選手として契約。2008年には、肘が感知し、再び支配下選手として契約。登録名を、本名から、チェンに変更した。4月2日の大巨人戦で、山本正が、負傷降板した後に登板し、来日初勝利。 7月16日の大巨人戦で先発での初勝利。北京オリンピックの台湾代表として日本国内球団所属選手から唯一代表に選出された。9月22日のタイヤクルト戦で4飛安打、プロ初の関東、関風。2009年はストレートの被打率は9回トップの183。開幕3戦目の4月5日のタイ。 横浜ベイスターズ戦でシーズン初先発し、6回3、アンダム失点で、初勝利を挙げた。8月の月間成績は4試合33イニングで、1カンを含む3勝0敗、防御率0.82、ホイップ0.79の活躍で自身初の月間 MVP を受賞。クオリティスタートを19回記録したが、そのうち11回で、勝ち星がつかないなど、 打線の援護に恵まれず、6月の小勝離脱もあり発勝に終わった。二桁勝利には届かなかったものの、シーズンを通して安定感を誇り、防御率1.54と2以下に大差をつけ、また、シーズン通算4完封は、吉見和樹、和久井秀明と並び両リーグ最多であった。この年、球速は自己最高の時速1 5 4トルに達していた。 クライマックスシリーズでは、第1ステージ第1戦、第2ステージ第2戦に先発するも、敗戦投手となり、中日のクライマックスシリーズ先発投手の中では、唯一勝ち星がつかなかった。オフには6年間交際をしていた、台湾人女性と結婚し、また、自身がメジャーリーグを志望していることを公言し、オクタゴンワールドワイドと代理人契約を結んだ。2010年は、 開幕2戦目に先発して、完封勝利を挙げる。その後も安定した投球を続け、7月には4勝0敗、防御率2.25、ホイップ1.11の活躍。9月には2勝1敗、防御率0.69、ホイップ1.04の高騰で、チームのリーグ優勝に貢献。最終的には、チームトップの13勝10敗、防御率2.87、 オイップ1.14を記録した。日本シリーズでは2試合に登板。第2戦に勝利し、第6戦も高騰したもののこの年ホールドポイントの日本記録を受立。中継ぎとして大車輪の活躍だった朝尾拓也が8回に同点タイムリーを打たれ、勝利投手の権利が消滅。一勝に終わった。2011年のキャンプでは、 臨時コーチとして訪問した杉下茂からフォークボールを学んだが、左足の故障で開幕を出遅れる。5月に復帰し、防御率、ホイップどもに前年より良化させたが、6月には、月間防御率3.29、ホイップ1.10ながら4試合の登板で1点しか、援護が得られず、4連敗を喫するなど、打線の援護に恵まれないことも多く、防御率とホイップは、 前年より量化したものの、発症10敗と負け越した。オフに、自身のメジャー挑戦の意思が尊重され自由契約となる。2012年1月10日、ボルチモアオリオールズと3年総額1200万ドルで契約する。4月10日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初先発し、5回、2、3を7安打、4失点で降板。17日のシカゴホワイトソックス戦で、 5回1、3を6安打、2失点でメジャー初勝利。6月1日のレーズ戦で、憧れの選手、全力で勝負したいという松井秀樹と対戦し、初回に2点本塁打を打たれる。前半戦は17試合の先発で7勝5敗、防御率3.93、ホイップ1.27の成績で折り返し、十九日の、オークランドアスレチックス戦では五回一三を三安打。 一失点、台湾人メジャーリーガー史上最多となる十二脱三振を記録する。8月からは十一試合の先発で、防御率4.75、ホイップ1.35、チーム最多の十二勝を挙げ、この年のアリーグ最優秀新人賞投票では4位の、票を得る。ポストシーズンでは、ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズ第二戦に、先発し、6回1、三を8安打2失点で、 勝利投手となるがチームは第5戦で敗退する。2013年代理人をスコット・ボラスに変更。シーズンに入ると先発ローテーションの2番手を担ったが、5月12日のミネソタツインズ戦で右脇腹を痛め、14日には故障者リスト入りとなった。7月10日にテキサス・レンジャーズ戦で復帰し、規定投球回には到達しなかったが、7勝を記録した。 2014年31試合に先発登板してリーグ4位タイとなる16勝とリーグ単独4位となる勝率727を記録した。2015年もオリオールズの先発ローテーションに入って投げチーム1位の191.1イニングを記録。リーグ7位の防御率3.34、11勝8敗、11月2日に FA となる。 2016年1月19日にマイアミ・マーリンズと5年総額8000万ドルで契約した。オプションとして2017年シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアート権と出来高が最大100万ドル含まれている。台湾人選手として王県民に次ぐ2人目となるメジャー開幕投手を務めた。7月24日に左ひいちの粘座で15日間。 故障者リスト入りした。左ヒーチ人体の部分断裂でも、故障者リスト入りしたが、PRP 療法を選択して、手術はしなかった。22試合に先発登板し、防御率4.96、故勝5敗、ホイップ1.28。2017年5月5日に、左ヒージの疲労のため故障者リスト入り、およそ4ヶ月先列を離れ、9月にリリーフとして、復帰。 しかし、4試合を投げた後、再び左肘に強い違和感を感じて、シーズンを終えた。オフの11月5日にオプトアウト権を行使せず、3年、総額6000万ドルで残留することが発表された。2018年4月28日のコロラドロッキーズ戦で復帰し、勝利した。しかし、最終成績は十六先発で、防御率点七九、六勝十二敗。 ホイップ1.34だった。2019年は、スプリングトレーニングでご登板して、防御率9.37と結果を残せず、リリーフに配置転換された。シーズンでは45試合に登板して0勝1敗、防御率6.59、ホイップ1.54に終わった。オフの11月20日に、リーフとなった。同月25日、契約を1年残したまま解雇された。 マリナーズ参加時代2020年2月11日に、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することが発表された。メジャー昇格の際には給与として球団から56万3500ドルが支払われる。また、マーリンズとの契約が残り1年残っており、2200万ドルがシーズン終了後に支払われる。 オープン戦2試合登板で0勝1敗、防御率10.80と結果を残すことができず、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、シーズン開幕が不透明になる中で6月27日に自由契約となった。2020年9月21日に千葉ロッテマリーンズと契約。背番号は58。推定年俸は3000万円。 登録名は国立体育大学の後輩で同性のチェング・アン・ユーが所属していたためカタカナのフルネーム表記でチェン・ウェイン9年ぶりの日本球界復帰となった新型コロナウイルス感染防止のための自主隔離期間を経てから10月4日に入団会見を行った当初に軍公式戦での調整当番を経た上で1軍昇格を果たす予定だったが同時期に 球団内で新型コロナウイルスの集団感染が発生、一軍に軍選手の大量入れ替えを余儀なくされた結果に軍公式戦が行えないという状況に陥っていた。そのため、実戦形式のシート打撃に一度登板したのみの状態で10月14日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発登板することとなった。試合では6回を88球、被安打7、 自責点2にまとめたものの、味方の援護が1点にとどまり敗戦投手となった。以降、先発投板した3試合すべてで QS を達成するも、味方打線の援護に全く恵まれず、結局未勝利のままシーズンを終えた。レギュラーシーズンで26回を投げ、援護は初投板時の1点のみだった。台湾ファンからは、この沈黙するロッテ打線を、 死体打線などと揶揄するコメントが相次いだ。CS では第2戦に先発。初回に味方打線から3点の援護を得るも中村明の2本に加えて松田信弘の計3本の本塁打を浴びて敗戦投手となった。2020年12月2日、ロッテの保留者名簿を外れ自由契約選手として公示された。チェン自身は日本でのプレー継続を望み、 ロッテは複数年契約での残留交渉を継続していたが、12月6日に阪神タイガースとの契約に大筋で合意したことが明らかになり、同月22日には球団より正式に契約締結が発表された。背番号は14。推定年俸200万ドルでの2年契約。登録名は中日時代と同様、チェン 2021年4月29日、対中日戦に移籍後初登板、初先発し、6回後安打1失点の好投で、NPB では3497日ぶりの勝利を挙げた。東急ホーム中日入団当初は、長島修行から中日往年のサワンエースの今中真嗣を比較対象として挙げられた。右肩が最後まで開かず玉の出所が見えにくい腕の振りから、 平均91.3マイルパワー、最速96マイルパーワーの速球、80マイルパーワー台前半のスライダー、70マイルパーワー台前半のカーブ、80マイルパーワー台前半のチェンジアップを投げ分ける。伸びのあるストレートを武器とし、2009年には左つでもセパリオリーグトップの183をマークし、 コース別でも被打率3割以上を記録することがなく、真ん中でも被打率275を誇った。カーブは中日時代には投資コーチの森重和から急速を抑えるように言われていたものの、ものにすることができずにいたが、オリオールズ遺跡後にあの時はできなかったのに、できたと、時折急速70マイルパーアワー以下のスローカーブも投げるとされている。 NPB 時代の登録は左打ちだったが実際にはスイッチヒッターであり2005年は登録上も両打ちだった一時期は右打ちだったが投げる方の左肩を守るという理由でスイッチヒッターを経て左打ちに転向したしかし MLB 移籍後は右打ち登録に戻しており実際の試合では左右両方の打席に立っている 中日在籍当時は同い年で同期入団でもある土上剛しし、中川祐希と仲が良かった。中日の領長を務めていた土の上寺氏曰く、あんなにすごいピッチングするけど、中川たちとゲームやっている時は普通の高卒の選手と一緒の顔するようなとのこと。また吉見和樹とは兄弟のように仲が良い。中日時代には、 外国人選手としては珍しく日本プロ野球選手会に所属し、現在ではインタビューも日本語で受け答えできるほど日本語が上達している。同じく台湾出身で中日でプレーした各現地の勧めもあり、来日当初から専属通訳がつかなかったので必死で日本語を覚えたとのこと。8年間日本に住んで日本人みたいなもの、後輩として 他の方たちにも挨拶したいと、オリオールズ遺跡後も日本人選手のいるチームとの対戦の際には挨拶に向かっている。当番後には台湾、アメリカ、日本の3カ国から取材を受けている。2011年秋に JRA の場所資格を取得していたことが分かった。ケンウェインに関するカテゴリー。ありがとうございます。